あっちゃんです、今日のあっちゃん家のお昼ご飯はお好み焼きってことでね、お好み焼き食べましょう、ではいただきます。米粉のお好み焼き、いただきます。あ、うん、おいしい。うん、あのね、米粉は表面がサクッカリッとしてね、中がしっとりして、お好み焼きはね、味はもうソースで決まるから、で、かつお節だけかけて、青のりないね、カリカリ。久々やな、お好み焼き食べたかったんやけど、この前からお疲れしようと思ってね。お好み焼きには結構キャベツ強いですよね。キャベツ高いやろ、キャベツも安い時期にしようね。あ、熱っ。うん、お好み焼きってね、片面2分片面2分焼くんだけど、結構キャベツがカリッカリシャリシャリやね。ね、結構お店のって結構キャベツがしっとりしてたりするんだけど、どねって焼くんだろうな。2分以上焼いたら表面焦げ焦げになるしね、色がしね。お店のキャベツの名前やのにね、温めたキャベツ使ってるわけじゃないのに。なんか超弱火でゆっくり焼くんかな、分からへんけど、うまい。結構ね、お好み焼きお腹いっぱいなの。
去年一緒から動画撮る、朝から動画撮るものだけど、なんか頭が回らんかってね。ほんま最近ちょっと疲れちゃんでね、うん、寝ても疲れが取れへん。でも6時間寝て、6時間目は5時間半ぐらい、昨日は9時間ぐらい寝たのにね、昼からずっと眠たかって、ライブ中も眠たかってね、うん、やっぱ米粉のね、お好み焼き美味しいね。外がカリッとサクッと、中がしっとり。ね。グルテンフリーで、体に優しいしね。はい、ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、お好み焼き。よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。はい、なんかねちょっとね疲れ、まだ疲れ気味やけど、ま、朝よりちょっとマシになってきたんで、昼からの動画作ってでも一日ゆるっていきましょう。はい、ということでゲップが出るね。で今日この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日、またね、お好み焼きを、今日のあっちゃんのお好み焼き動画良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。またこれからもね、お好み焼きとかも焼いていくと思うんでね、お好み焼きもいろんなパターンがあってね、いろんな具材入れたりとか、変わり種とか、いろいろまた作っていこうかなと思うんで、お昼ね、お好み焼きする日も増えるかもわからない。ただキャベツが高いから、キャベツもうちょっと安くなってからかもわかんない。じゃ、またね、バイバイ。